星星空空ガガイイドドが語る宇宙のの話こんんんばはさです電子官望用ソフトシャープキャップと ASIAIR を過去の動画でご紹介しましたが使えるカメラが限られているため対象でないカメラを持っている人は楽しめないことが欠点でしたそこで今晩はどのメーカーのどの機種のカメラでも遠い銀河や星雲星団の写真を撮ることができる無料ソフトディープスカイ・スタッカーについて解説します。 今回はディープスカイスタッカーの紹介動画となります詳しい使い方は次回の動画で解説予定です今回は暗い天体を赤道儀なし追加費用なしで撮る方法ライブスタックとアフタースタックディープスカイスタッカーを使って天体写真を得るまでの流れ以上3つに分けて無料ソフトディープスカイスタッカーの使い方についてご紹介します遠い天体を赤道儀なし追加費用なしで撮る方法 意外かもしれませんが、天体の写真を撮るとき、遥か遠く何千万光年にある銀河や星雲星団の写真を撮る方が、目で見えている木星や土星をはっきり撮るよりも、簡単で初心者向けです。理由は天体の大きさにあります。木星や土星は明るいですが、大きさが小さいので、高倍率の望遠鏡が必要になり、土星の輪や木星の大赤斑など、惑星の細かいところまで写真に収めるには、 望遠鏡の解像度と倍率を上げる必要があり大口径の大型望遠鏡が必要になりますまた木星も土星も移動するだけでなく自転をしているため遅いシャッタースピードではブレてしまうため使うことができませんので高解像度・高倍率な望遠鏡に高精度な追尾装置をつける必要がありますそれに対して何千万光年も先にある銀河は暗いため直接目には見えないものが多いですが惑星と違い 地球から見えている大きさが実は満月の何倍もあったりするものもあるため天体によっては天体望遠鏡すら使わず普通使っているカメラレンズででも撮影が可能です銀河や星雲星団の暗さはシャッター速度を遅くして露出時間を延ばすか短いシャッターで撮った写真を複数重ねるスタック処理をすることで解決できます。 シャッター速度を遅くして露光を伸ばす長時間露光の場合は、銀河や星雲星団は移動していくので、カメラフレームの同じ位置で捉え続けられるよう、天体の動きを正確に追尾する装置、赤道儀が必要になります。しかし、最近はコンピューターが発達してきたおかげで、天体の移動が気にならないほどの短いシャッター速度で撮った写真を複数枚撮って、コンピューターを使って正確に位置を合わせながら重ね合わせることで、 暗い天体を見えるようにする技術が発達してきましたこのような重ね合わせる技術をスタッキングと言いますライブスタックとアフタースタック短いシャッター速度で撮った写真を多数重ねることで暗い天体を撮るコンピュータ技術をスタッキング処理と言いますスタッキング処理は地球の自転の影響で全体が少しずつ回転しながら移動していく天体の 複数の写真の星の位置を合わせながら正確に重ね合わせることで暗い天体をコントラストの良い写真に仕上げてくれます。電子官房用ソフトシャープキャップや a s i a アはその場でカメラからの画像データを Wi-Fi や USB ケーブルで受け取りこのスタッキング処理をしてくれます。このようなその場でカメラからデータを受け取りリアルタイムでスタックしていく方法をライブスタックと呼びます。 リアルタイムでカメラのデータをコンピューターに渡すには ASCOM という規格でカメラの画像信号をパソコンに流す必要がありますところが ASCOM のドライバーソフトはカメラの機種個々で違うため対応できないカメラがたくさんありますそこでスタックするための複数の画像データを一旦カメラに貯めておいて 撮影終了後メモリーカードや USB メモリーを使ってまとめてコンピューターに移動させスタック処理するいわばライブスタックに対する後で処理をするアフタースタックをするためのソフトが今回ご紹介するディーープススカカイスタッカーです。アフタースタックのメリットとして撮影したその日のデータだけでなく他の日もっと言えば違う年に撮った写真データでもスタックできることです。 またディープスカイ・スタッカーはシャッタースピードや感度が違ったデータでも自動で変換してくれるので同じ倍率なら一緒にスタックできますディープスカイ・スタッカーを使って天体写真を得るまでの流れディープスカイ・スタッカーを使って天体写真を作る大まかな流れは以下の4ステップですステップ1スタックする天体写真とダークフレームを撮るステップ2撮影データをパソコンに移動する ステップ3ディープスカイスタッカーを使ってスタック処理と画像処理をするステップ4処理が終わった画像データを JPEG に変換するステップ1スタックする天体写真とダークフレームを撮る銀河や星雲星団の写真ですが赤道儀を使わない場合地球の自転の影響が画像に出ないようカメラはできるだけ高感度に設定して1枚の撮影はシャッター速度10秒以内とします スタックに必要な撮影枚数は天体の暗さによります例えば赤道儀を使って10分の録音が必要な天体なら10秒のシャッター速度で撮った写真は60枚必要になります天体の撮影データ以外にダークフレームを用意しておきますダークフレームとはカメラの撮影ノイズだけを撮影した写真です 高感度に設定したカメラで撮影を行うとカメラセンサーからのノイズが天体画像の間に混ざり込みますセンサーノイズとは例えばこのようなものでセンサーを冷却することで減らすこともできますが根絶することはできないものですそこであらかじめノイズだけを写真に撮っておいてノイズが載っている天体画像からそのノイズだけをコンピューターで引き算してもらいますダークフレームの撮影は簡単です カメラレンズや望遠鏡にキャップを取り付けて撮影するだけです。ノイズの出方は気温やカメラのコンディションで変わるので、必ず撮影の直前か直後に行うことが大事です。ダークフレーム以外に作っておくと良いものとして、フラットフレームとバイアスフレームがあります。これらについては次回のディープスカイスタッカーの取扱い編で説明します。ステップに撮影データをパソコンに移動する。 カメラに付属するケーブルでパソコンに接続するかカメラから SD カードなどの撮影メディアを抜いてパソコンに挿すなどして天体データダークフレームなどをパソコンに移動しますステップ3ディープスカイスタッカーを使ってスタック処理と画像処理をするまだパソコンにディープスカイスタッカーをインストールしていない方はダウンロードしてインストールしましょうディープスカイスタッカーは無料ソフトです ダウンロードのリンクはこの動画の概要欄に載せておきますが、インストールと使用はあくまで個人の責任で行ってください。ディープスカイスタッカーを起動したら、撮影データ、ダークフレームなどを順番にディープスカイスタッカーに取り込みます。スタックに適したデータの選別やスタッキングの設定などがありますが、詳しくは次回の取扱編で解説します。設定が完了したらスタックを開始してスタッキング処理を行います。 処理にかかる時間は数分から数十分で、これはパソコンの性能や撮影枚数によって変わります。スタックが終了した画像は白黒で星雲も見えていません。画面下にある3つの画像調整タブのうち、一番右側のサチュレーション飽和度を選び、調整バーをいじると星雲が姿を現します。ここを調整した後、左端のタブで色味を調整し。 中央のタブで明るさやコントラストを調整して画像を仕上げます今回は流れだけをご紹介するということで実際の細かな調整の様子は次回の取り扱い編で解説しますステップ4処理の終わった写真データを JPEG に変換する Deep Sky Stacker で完成した写真データをパソコンに保存しますが Deep Sky Stacker で作られたデータは TIF と呼ばれる形式のデータなので これを扱いやすい JPEG 形式にパソコン上で変換します。Photoshop はもちろんのこと、無料の画像ソフトのほとんどで TIFF ファイルを読み込み、JPEG に書き出すことができます。まだ画像ソフトをお持ちでない方は、TIFF、JPEG、変換で検索して探してみてください。また、DeepSkyStacker での画像処理が不完全であったときは、一旦そのまま DeepSkyStacker を終了させて、そのデータを 画像ソフトにリフのまま取り込み画像処理を行った後最後に JPEG で書き出すと画質を損なわずに画像を作ることができますさて今回は銀河や星雲星団のような暗い天体の画像を得るためのスタックが行われる無料ソフトウェアについてご紹介しましまた次回の動画ではディープスカイ・スタッカーの実際の使い方について例を使って解説します。 それではまたお会いしましょう。星空ガイドのかねさんでした。